おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。コタバト市で土曜日の朝、コタバト州ピッカワヤン町で24ボルトの直流バッテリー充電システムの緩い回路によって引き起こされた火災で、エアコン付きのバスが焼失しました。事件後、1時間後の初期報告によれば、ピッカワヤン町警察のアンドレス・スムガット巡査部長は、ミンダナオスターバスの焼けた車両がダバオ市域で、コタバトダバオハイウェイのサウスマヌアンガン地区を通過中に火災が発生したと述べました。スムガット氏によれば、バスの運行するエンジンがあるリアから火災が広がる前に、約30人の不幸な乗客は火災が拡大する前にすぐに降車することができました。ミンダナオスターバスの経営陣は、すぐに影響を受けたバスの乗客にピッカワヤンからダバオ市まで運ぶ別のバスを提供しました。以上です。続いてのニュースです。ジェネラルサントス市で金曜日の午後、この都市と近隣の州を襲った強い地震の中で倒れた高いコンクリートのフェンスの重い塊によって1組の夫婦が死亡しました。緊急対応車はウィネフレダ・フローレスの遺体をショッピングモール内の場所で、コンクリートのかけらと鉄の支柱に部分的に覆われて発見しました。ジェネラル・サントス市警察庁のニコメデス・オライバー大佐は土曜日に報道陣に語りかけ、コンクリートの壁が彼らに落ちたとき、ダニーとジェーン・ギヌング夫妻はすでに両方とも死亡していましたと述べました。ショッピングモールや他の建物で天井や上階からの破片が急いで避難する人々に当たり、少なくとも30人が怪我をしました。サランガニ州での地震は、フィリピン火山地震学研究所の第12地域と科学技術省の近隣のコロナダルシティの職員が金曜日に報告したところによれば、リヒタースケールで 7.2 のマグニチュードで最も強かったとされています。土曜日に言及したジミリ・マカラエグ巡省第12地域警察局の局長によれば、本部の即応部隊のメンバーは、この都市及びサランガニ州の町の地方自治体の地震後の救助及び人道的なミッションに即座に投入されました。陸軍第6歩兵師団の司令官であるアレックス・リレラ巡将は、テロ対策のタスクフォースジェンさんの役員に、この古い都市の歴史で初めて災害によって避難した住民のニーズに対応するよう指示しました。以上です。続いてのニュースです。フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は金曜日に述べたところによれば、西フィリピン海における継続的な課題はフィリピンと中国の関係を形成する唯一の要因ではないと述べました。南シナ海の緊張を緩和するための潜在的な合意について尋ねられた際、マルコス氏は西フィリピン海の問題が彼らの外交関係を影響してはならないと述べ、習近平との合意に達したと語りました。基本的に私たちがお互いに話し合ったメッセージは、私たちの関係の定義要素として南シナ海で中国と抱えている問題であってはならないというものでしたと、マルコス氏はサンフランシスコのリッツ・カールトンでのインタビューで述べました。2人の指導者の非公式な会談は、アジア太平洋経済協力サミットの際にジョージ・モスコーンコンベンションで行われました。マルコス氏は、課題があるにもかかわらず継続的な対話はエスカレーションを防ぎ、フィリピンの領主を守る上で重要であると指摘しました。しかし問題は残り、それは我々がそのような事態を避ける方法を見つけるために引き続きコミュニケーションを取る必要があるものです。もちろん、この問題が取り上げられるたびに、私は常に我々の領主の困難な状況を取り上げますと、大統領は述べました。マルコス氏は、中国とフィリピンの領主の協力を再開することについて、習近平と話す際に希望的であり、これを中国の指導者が理解していると信じています。また、南シナ海の緊張を緩和するための最近の出来事を取り上げ、解決策を見つけるために、ナライとの別の会談の計画にも触れました。
そしてこれを避ける方法を見つけ、この状況から前進する方法を見つけるための方法を見つけることを願っています。基本的に南シナ海の緊張を低減させるメカニズムを考え出すことを試みましたと大統領は述べました。中国の沿岸警備隊と民兵船はフィリピンの領海内で、フィリピン沿岸警備隊の船舶、フィリピンの漁船及び他の民間船舶に対して持続的に嫌がらせを行っています。一部の場合、中国はフィリピンの船舶がアユンギン礁の BRP シエラマドレに駐留する兵士に供給、物資を届けるのを妨げるために水砲を使用しました。マニラは外交的な抗議を提出しましたが、北京はこれを退け、フィリピンの船舶が中国の領土に侵入していると主張しました。ハーグの常設仲裁裁判所は2016年の判決で北京の南シナ海全域にわたる主張を無効にしました。それにもかかわらず北京は判決を認めず、フィリピンの海洋権利を支持しています。ナライとの会談の前にマルコス氏は米国副大統領カマラ・ハリスと西フィリピン海の状況について話し、強力なフィリピンと米国の同盟を確認し、安全保障と経済協力を拡大する方法を探りました。ニュースは以上となります。最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。